昨年はですね、この先の行きの回廊も、見ることはできたんですが、今年からですね、ちょっと安全上問題があるのかちょっとよく分かりませんが、ここから先ですね、関係者以外立ち入り禁止になっております。この部分は去年とちょっと違うのかな。立ち入り禁止になってます。ではこれからですね、行きの回廊を撮影しに行きます。毎年見ている風景ですが、なんか懐かしいというか、なんかホッとするような景色ですね。今4号カーブに向かっています。ここから雪壁はですね、雪の回廊が、高くなってきます。多分一番高いのが今正面見えているところだと思いますね。10メーター超えだと思います。今年はちょっと幅が、なんか除雪の幅が狭い感じがしますね。本当になんか、車両1台がって感じですね。ちょうど今晴れてきました。よかったですね。今時刻は11時前後です。高さがどれぐらい皆さんに分かっていただけるかは分かりませんが、今ここで両端が6メーターか7メーターでしょうか。雪壁になっております。雪の回廊ですね。いやー、本音言いますと自転車で来たいですけどね。まあ、それはしません。進入禁止エリアです、まだ。画面に入りきらないですね、これなんかね。これ一番遠目で撮ってるんですけど、これなんかすごいと思いますけどね。ここまで、青い空と白い雲と白い雪。先ほどまで本当にちょっと雲が出て、あまり良い映像が撮れないかななんて思ってはいたんですけども、良かったです。ここはですね、本当に面白い形の、回廊だと思います。多分撮影ポイントになるのかな。あ、やっぱ透明的にはまだここだけ晴れてるだけですね。皆さんも来たらこのように見えるという映像を流したいと思います。ではこれから、5号カーブに向かいます。バスが来るかもしれませんので、ちょっと左側通行します。多分右に寄せてくるんではないかな。まあ、私の方から見てですね。今日はあいにくですね、本当だとここに穂高がきれいにポッと見えるんですけど、今日は見えませんね。残念ながら見えません。ここからですね、まあ両端がほんと高いんで迫ってくるような、雪壁、雪の回廊になってます。ここまでですね、下山してきますと、標高2600メーター以下になってますんで、まあだいぶ暖かいですね。まあさっきの片野小屋と比べて200メートル以上、下がってますんで、だいぶ違います。
今年の雪はなんか結構綺麗な感じがしますね。でも何と言いますか、4月、さっき思い出しましたが、4月の確か下旬でしたね。登山した時はこの上を歩いていたと思うと、なんとも感無量ですね。まあ、ここまで雪が積もるというのもまあすごいですね。毎年毎年そういうふうに思います。ここで多分一旦途切れるかな。今アルピコバスのですね、晴山バスが上がってきました。このように運行しております。バスが隠れたのが分かりますかね。大雪渓に行く登山ルートはまだまだこのように、雪が残っております。スキーやられる方はですね、ご覧のように、注意喚起となる、ロープとポールがあります。ご注意くださいね。この先はこのように雪がないゾーンに入るという表示がされております。5号カーブですね。ここはいつもと同じように、ちょっと雪がですね、ちょっとなんか汚れてますね。高さは5メートルぐらいでしょうかね。4、5メーターって感じです。ここを撮影して、あと8号カーブ撮影したら終わります。今、宝徳霊人のバス停にいますが、ご覧のように、このバス停は4月、7月からですね、利用開始です。晴山バスは止まりませんっていうふうに明記されております。注意しましょう。6号カーブから見える乗鞍岳です。多分ここはですね、冬、春山。残雪が残っている時に通るルートだと思います。今ご覧のように見えます。あ、星ガラスですね。あ、星ガラスがいますね。星ガラスが止まっております。7号カーブからこれから8号カーブに向かいます。8号カーブの雪の回廊です。ちょっと雲行きが怪しくなってきましたね。まあ雨はないと思うんだけど、まあちょっとパラッとくるかな。早く下山します。ここはやはりぐっと高さも減って、4メーター前後ですかね。去年と比べてどうでしょうか。まあ、同じかな。先ほどの4号カーブ、5号カーブを見てしまうとですね、ここもまあ高いっちゃ高いんですけど、まあバスよりは高いんですけどね。ああ、奥に行くとかなり高いですね。
やはり、おすすめは4号カーブですね。毎年そうなんですけども、あそこのカーブの、雪の回廊は、見応えがあります。あそこで記念撮影されるのもよろしいんではないかなと思います。ただ、普通のカメラだと多分全部入りきりませんので、広角レンズで撮影するなりした方がいいかなと思います。これで今年の雪の回廊の撮影は終了します。以上、乗鞍満喫でした。今日は急遽ですね、時間を割いて、平地ですが登ってきました。バスで、晴れ間バスで来ました。ではまた。